ただまだボールは清水海啓、長崎サポーターからは大きな拍手が送られる。リサロがシュート決まった、清水同点。高橋がいる遠いところから見たいですね、低い位置で、はい、さあそしてチャゴサンタリーだ、チャゴサンタリーシュートが決まった。さあそれぞれの選手たちを両チームが投入して、このゲームの終わりはどうなるか。そして決定的なシーン決めました。決めましたね。この竹のボールは繋がりません。さあ清水はチャンスになるか。北側からチアゴサンタナ、外側オーバーラップ、山原レオン左足こぼれて、ディサロが押し込んだ。1対1、縦につけて乾、そしてもう一度縦もらった、中山出した、北爪折り返し、高いオセフンはゴール中央あたり、そのオセフンに合わせてきた。サンタナから吉田です、外に開いてカルリーニョス、マークにつくのは若さ、中を見たクロスボール、足元白崎決まりました。先制ゴールと離れたところから行きますね。スパルス神谷のボール、リード入ってくタイミング、まあ、ベースの、オセフン、さあ北川のフィニッシュ。7番のプレイヤーです。ここも鋭いボール、ニアサイド、3点目エスパルス、またしてもセット再開です。キーパーの権田、長いボールです。オセフン、セル、ディサロ、右に流れて中山、ディサロのボール、さすがのサンタナ、三角形作って剥がしました。左のカルリーニョス、何でもできる状態です。これカルリーニョスどうする、入ってきた、カットイン、柔らかいボール、チアゴサンタナ、いや見えてました。さばいて右から行きます、清水、山口のはもうスルーパス、そうした、入れ替わった、中山いった、スピードスター、清水のスピードスター仕上げました。なん乾がちょっと運んでサイドを変えます。岸本この位置動き直した、中山その後ろ、チアゴサンタナ、さらに後ろから来た、なかなかあのシンプルなボールが、ね、通んないですね。さて岸本、高い位置、高いの折り返し、チアゴサンタナクロスバー、ここでカルリーニョス、ジュニオ、さあ今度は神谷と北川、この2人でいきます。内側から岸本スプリット、神谷、北川にパスした、北川止めた、笠原こぼれ、中山です。ここに出てくるのがホナウド、中にはカルリーノスとサンタナ、股を抜きました。ホナウド折り返しのボール、イビがフリーで右足のシュート、まあ、栃木にこぼれて、まあ、その辺勝てるようになってくれば、はい、まあ、時間作れると思うんですけど、斜めのランニングは北爪、あれに合わせてくるか、神谷グッと負けてニアサイドフリック、鈴木だ、中盤の右サイド中山、テンポよくつながってクロスボールが入る、チアゴサンタナ、井上だ、こういうボールです、井上から中山右足シュートだ、カルリーニョスのボール、逆サイド北爪だ、中山、北爪か、もう一度鈴木に合わせた、北爪が高い位置を取っている、あと倒れる、中山が倒されて、あっとカルリーニョスだ、さあ乾からスルーパス、中山ダイレクトでクロスボール、チアゴサンタナ、西澤から裏を取って北川光也、中に行って、ね、サンタナ、中山と同じくハットトリックということになります。チアゴサンタナ落ち着いて決めます。ここには鈴木翔太が行きますが、中山がここで剥がす、チアゴサンタナの元にこぼれている、左足のシュート、落ち着いて逆をつきました。優位を作りながらビルドアップをやりますが、カルリーニョスでカットしました。北川も走っている、その北川のシュート、北川がこの力で、そして乾、
北川のシュートで宮本がもらって浮かせたボール北川へ出ます。さあその北川が折り返してカルリーニョスの右足のシュート。ああ逆にチャンスか。スペースがあります。乾高橋マッチアップ稲葉乾が行くサポート待つ使って中山が来たシュートだー。すごい決め切った。そうです、まあ、乾選手はチャンス最高でサンタナに入ったカルリーニョスの右足のシュート。奥田加藤とつないで長峰2つ目が行きます。カルリーニョス神谷そして乾1対1右足のシュート。そして神谷の右足。さあオセフに渡った決定機決め切った。浮かせて収めた右足。うわ運んで切り返すシュートか。田代ブロックセカンドボールはホナウド収めて北爪浮かせてヘディングシュート。ーこぼれている押し込んだカルリ。おっとちょっと中央に帰ってきてしまってクリアボール北川光也シュート打っていく。い鋭いネットに突き刺さる。鋭いな足元カルリーニョス押せるとのワンセーカルリーニョスだ。試合は複数得点の試合がありません。清水エスパルス水原コーナーキック二塁だ。二塁が追加点。二つ目から二塁もう一度さここも西澤が蹴ります。ニアサイドスラッシュこの中央シュートが決まった。投げけない。あそれをここも取られる。北川持ち込むスルーパスを出すシュートで来る。そのまま決まりましたというのが北爪ですがここは左に大きく出してきます高橋です。うん早い。ここも体で落としてすごい早いカルニウスジュニオ。そして最後出して乾のところ乾持ち上がってシュートで来る。そして最後はボレーだ。3点目がパスコースを切りながら池田蓮はもう一度キーパー西川に戻します。おっとカットして乾ゴールから空き流し込んだ。右足のクロスから同点弾生まれている安藤。右足じゃない左足なんてね右足でした安藤打てませんでした。さあ今度は清水カウンター5対4乾さあミドルシュート。高橋上がってきます。ワンタッチ入れ替わって北爪中枚数がいる柔らかいクロス中山のこぼれ後ろ神谷神谷のシュートだー。逆サイド見ていた。うんよく見てた。綺麗なキック岸本北爪とワンツー抜ける押せる流れてきた。ショートコーナーを使った白崎ダイレクト入れた大外空いているヘディングだ。鈴木よしのりニュース同意サイド中目を狙っていました。もう一度カルリーニュース鈴木唯とワンツーリターンを受けてカルリーニュース侵入してきた。カルリーニュースからドリブル開始グラウンドを通していきますがさあここは抜けるカルリーニュース右足だブロックサカゴル鈴木唯と決めた。フランスから戻って山口はまたベンチが動いてくる模様です。乾だオセフンに出た1対1になるかオセフンまたしてカルリーニョスだ。当然その狙い目的温度感を分かってサポーターからも大きな声援。さあクロスが入ってきた平均止まったシュート。そして町田も新たにメンバー交代スタンバイの姿も見えますがここはさあ乾が剥がしていく。そして乾のシュートはー変わった宮本
みを増して右からのクロスが入ってきた。押し切れるか。クリア。おお。吸い込まれました。同点。まあそれをしっかりシュートチャンスまで持ってきますからね。はい。まあこの辺の乾選手うまいですね。やはり時間の使い方が。そして白崎、チアゴサンタナ。第1節川崎戦でさあここは奪った。そして乾パスを選択、岸本シュートだ。ここで2点先行の清水、セットプレーです。山原から巻いてきたボールヘッドだ。ドンピシャヘッド。ここまではホナウドが先発で起用されることが多かったんですが、うん、高い位置で奪った。カルリーノスジュニオが流し込んだ。投げてきた。竹内から山原、そして白崎、折り返す、うんうん、あーっとここはゴールに吸い込まれていきます。白崎、うん、そしてサンタナ、もう一度サンタナ、チアゴサンタナ。長いボール、白崎で跳ね返して清水が拾います。サンタナ、サンタナが一人に剥がしてカルリーニョスへ。乾ワンタッチ、シュートが決まった。乾のシュートが決まった。あーっと重なった。入れ替わって中山使って、お高木は出てきた、かわした、残した乾、まだキーパー間に合ってない、クロスが入る、合わせた、おーっと鎌田こぼれている、中山高いボール、高下触って原田、チアゴサンタナターンして左乾がフリー、右カルリーニョス、乾を使った、山原入ってきた、山原北川流れる、北川使います、オフサイドありません、逆サイド乾、シュートだ、隣、いやー、裏を取った北爪、またの間、高いボールこぼれている、原から前へカルリーニョス、そして乾、さあ連携つながっていく、乾から中山のシュート、そして右サイドの原です。フリーで受ける中を見た、このタイミングでクロスボール、チアゴサンタナの足元、シュートだ。なんですね、展開となる中、さあ右サイド、乾から山原、中を見た、山原のクロス、サンタナだ、カルリーニョス、乾のチェック、乾から岸本に預けて左足、決まった、岸本、追加点で、まずはそこの部分だと思いますけどね。3-4-2-1 という並びになりました。前線に北川光也、2列目にこのカルリーニョスと、そして乾です。乾シュートだー、4点目決めました。回収した岸本、山原です、山原クロスボール、チアゴサンタナー